どうもキヨです。よろしくお願いします。今回は期間限定、崩壊運枠4。モンストグランプリ2018大会用全3ステージが、今回、特別降臨として期間限定で出現しています。非常に簡単ですので、これもぜひマルチで。メインギミックは特になし。カッチンが出るので、反射のみの方が楽ですね。あとの特徴は、大弱点のあれですね。待機中の味方に、バフをいかにかけるかが重要です。使えるキャラは、亜人や貴族性キラー持ちの皆さん。あとは加速持ちがいると、雑魚処理が楽ですね。今回は、加速と獣キラーが、攻撃ダウンをしてくる獣処理に、便利なノエルを入れてます。では早速行ってみましょう。一面は、塔31階のように、ハメ、ハメ、ハメからの、ハメ、ハメの後手で OK です。バフで殴ってもいいですが、こっちの方が楽でした。ハメハメの機嫌次第で、ミリ残しも起きますが、そんな時は、バフも使って殴っておきましょう。自分はプロストに違いないと思ってる人は、バッククッションの3手抜け替えいいと思います。ここからは、基本的に、加速とバフで殴るだけ。マグメルノとは違い、待機中の味方にもバフをかけられますので、大弱点と同じ仕様ですね。大弱点も、これくらい、バフの範囲を広げてください。基本的に、全員アジンキラーでもいいんですが、今回は、道中が、楽なノエルのご紹介です。この他に、リジャの長弾があると、雑魚処理が楽。ただ、ラスゲ用にキラー持ち、多めがいいと思います。カッチンは、各一体が一体を蘇生します。なので、残り一体に減らせば、次の手番は2体のみ。これはラスゲも同様です。ちなみに、バフありのリジャの長弾なら、友情足すだけで OK です。ここもちょいミス出てますが、毎ターン攻撃ダウンの獣を優先処理。その後は、待機中の味方にバフを優先し、逃げやすいキャラで右で壁はめを。今回のクエは、道中4面のラスゲ1面の前後して、面倒な仕様のせいか1して少ないですね。バフ持ちのアジンキラーキャラが左上配置なら、ワンパンも可能ですので、狙うのもありですね。基本的には加速利用でカッチン処理から、全処理後は蘇生しませんのでご安心を。バフ状態で頭の上に入れば火力が出ます。ただ、バフかけつつ狙うのはちと薄いので、かかってるキャラで狙う方が楽ですね。ということで、今回の攻略はこれにて終了です。壁はめは斜めの方が入れやすいかもですね。左右の数字にかからないように狙うといいですよ。今回も、やはり2時間ほどで完成したので、お友達とマルチがおすすめですね。では皆さん、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録や SNS での共有なども、できればご協力よろしくお願いいたします。また、他の動画でお会いしましょう。最後までお疲れ様でした。またね。And a beat.